さて、本日から本格的にあなたの指導を始めようと思いますが、事前の課題は終わっているようですね。やって当然とはいえ、いいことです。では本日の科目は基本的なマナー、コミュニケーション、エトセトラ。あなたはこういったビジネスの基礎が抜けているようです。基礎ができていないと何事もうまくいきません。島の窓口であるあなたが今のままでは、島全体の信頼、品位に関わります。教えることは多いですが、しっかりとついてくるように。いいですね。つまり、組織におけるリーダーとしてオーナーは模範的な存在であることが求められ、少し長くなってきましたが、ついてこられていますか？よろしい。そのまま集中力を切らさないように。さて、次は実際に、集中が切れているように見えますが、きちんと聞いていますか？何事も実践してこそ、私の前でお辞儀の練習をしてみてください。頭を上げる際になぜ目をそらすのですか？それでは相手に失礼です。私の胸が気になって。やれやれ。今日の指導は基礎の抜けているあなたに特別大切なこと。集中していただかないと困ります。私の動きをよく見て真似するように。腰の角度、手の置き方を特に気をつけて。体が当たって。いえ、謝らなくていいわ。今のは私の不注意ですから。講義に戻りましょう。お互い集中して、時間を無駄にしないように。では本日はここまで。長丁場でしたが、なんとかついてこられたようですね。お疲れ様でした。美人に教えてもらったから。あのね、理由はどうあれ、内容が頭に入ったならよしとしましょう。復習は欠かさないようにしてください。明日の仕事に差し障らないよう、今日はゆっくり休むこと。じゃあまた明日。おやすみなさい。